サラバッチョ愛の説教部屋ようこそ。なんすかこれ。もう一回いきましょう。はい、どんどんおめでとう。これわかんないから ローカル CM かな。これあの静岡だとわかるから、うん、お弁当のどんどんっていうのがあって、うん、ピンポーン、どんどんおめでとう、パフパフパフってやって、なんかお弁当どんどんみたいなローカル CM かな。存じ、まあげません。多分静岡だけですね。静岡なんですね。はい、そうです。はい、そうなんです。はい。はい。今日はどうしますか。今日はありますよ。あるんですか。今日僕もサクッと終わらせてさっさーっと次。さあ、なんで。はい。なんでモンストのデータがなくなったのか説明してもらおう。説明も何もあのなくす動画でもうすでに申し上げました通り、あのちょっと己の実力にちょっと我慢できず、また一からですね、あの修練し直そうかと思っている次第であります。ソーロストイック、ストイックですね、ミスターストイック、小比類巻選手です。そのバディでストイックと言うのか。そのバディでストイックなのか。いやもう全然ストイックですよ、ある意味ストイック。ある意味ではストイック。あの村上春樹さん風に言った、ある意味では、ある意味ではストイック、ストイックです。なるほどです。はい、そうなんですね。そうなんです、ね、じゃあいきなりゼロスタートしようということになったわけですね。そうですね。みんなびっくりしました。あの弊社でも、あ本当ですか、大きいモニターでね、あの動画さ見させていただいてたんですけど、大きいモニターで見るのやめてくださいよ。おい高橋くんがちっちゃい時計したぞーっつって。何それ、何それ。大騒ぎでしたよ。あ本当ですか、えーっつって。そんな漫画じゃないんだから、ずこーみたいな、ね、漫画じゃないんだから。まあ僕もですね結構いただきました、うん、いろんなメッセージというか、うん、はい、まあなんかよくわかんないけど、うん、頑張れやとか、よくわからんけどお前の中ではそうなんだろうみたいな、お前の中ではなみたいな、うん、あるじゃないですか。はいはい、わかるぞお前の気持ち的な、うん、そんな感じとか、うん、あと別に消しても上手くなんないっしょ笑みたいな。それねちょっとね私もね、そこかって。ただね非常にそれはね僕も何とも答えづらい感じではあるんですけども、いろいろあるじゃないですか、ここの問題です結局は。あ、出た。あの人間なんてね、あのどんなにね僕なんか論理的な人間だからとか言っても、うん、そんなやついないですから。いますよねこれ、うん、がなんか普通に素でやっちゃう。俺のここに来たみたいな。なんか痛い人みたいに言うやめていただけませんか。いいと思います、でもそういうの。いいと思います、かっこ棒みたいな。そうなんですね。そうですね、あとは何でしょうね、うん、あと結構僕驚いたのが、うんうん、あの僕も初めからやるみたいな方結構いらっしゃったんですよ。へえ、なんかそれにすごいびっくりしまして、うん、僕ね結構あの、うん、予想してた中では、うん、バカだろこいつみたいな反応が多いのかなと思ったんですけど、うん、なんか俺もいや僕もやってみるわみたいな。おーみたいな、そういうマジかと思って。でもなんか僕なんか一緒に楽しみましょうシャーみたいな感じだったんですけど、結構ここに来たわーって。ここに来ました、ここに来た、この僕のねこのハートビートが、いいじゃないですか。はい、あとはなんだろうな、うん、まあ、それぐらいですかね。うーん、今どういう状態なんですかアカウントは。見ます、あ、見たいです。あ、でもこれ収録した時はね、はい、あの水曜日なので、うんうん、これは公開される頃には全然変わってると思いますけども、うん、一応その水曜日時点でのお話ですね。あ、ちょうどこれやった。あら、かわいい。これ多分ね、あのカリエンテの加工の次のステージかな。こうやってました。ワイリーとチーターマンの。そうですね。はい。で、一発目で出したヘラクレスンが。あ、ヘラクレスンって言うと別のキャラになっちゃいますけども。出てますね、妄想ニュースでも。あ、来ました。高らかに。これね、結構びっくりしたんですよ。え、何発目で出たんですか。一発目ですよ。
あの最初のチュートリアル終わって、うん、帯いただけるじゃないですか。 はい、あれでじゃあガチャ行っかって言って、うん、やったら、うん、パッパーって言って、うん、ヘラクレスパーって降りてきて、あらみたいな。確定とかではなかったけど。なかったなかった。あ、そうなんですね。で僕結構想像してた中では、うん、なんかそこまでのキャラが出ると思ってなくて、うん、で僕もなんかその前提で始めようと思ってたんですよ、うん、な出ないよ、ね、なんとなく、うん、まあでもそんなもんだよねスタートなんてと思ったら、うん、なんかいきなりなんかスタートダッシュグリーンみたいなのかかっちゃってうっそみたいなあのね、あのよくある某カートゲームとかで、うん、ダッシュするつもりなかったのにダッシュしちゃって、うん、なんか他のやつに当たっちゃうみたいな感じになりそうなんですよ僕。おお、もうなっちゃってるんですね。なっちゃってます。ブーストしちゃってるわけですね、はい。まあ、ただね、あの手に入れ、せっかくゲットしましたので、うん、まあ、ありがたく使わせてもらっております。メンバーが超面白いですね。何ですかヘラクレスとレッドリドラー1個進化後、はい、これレチリードですね。あ、レチリード、そのレチリード、そうですね、もうレチリード、うん、とコニー、コニーだってね、わかるじゃないですか、コニーね、強えんですよ。コニーちゃんね、強い、ね、使いますよね。ブラウンちゃんも、ブラウンも使えるし、ブラウンちゃんは入れてもらえないんですね。ブラウンね、まだね、うん、フレンドのガチャの方が、うん、溜まりきってないんで、もうちょっと溜まってから、友達がまだいない、はい、やろうかな、なるほどやろうかなと思って、友達がいないとかクスクスってくるんです。なってあげてもいいですよ。いや、いいです、願い下げ願い下げでございます。ちょっと強すぎたかなはい、そんな感じですね。あ、なるほど。コニーね、ほんと強いんですよ、うんうん、僕ね、愛用してます。ストライクショットとかもね、はい、ちょっとターン数はかかりますけども、うん、ここぞという時に使えば倒せますし、あの、あれですよ、触れた敵を攻撃に参加させる、敵じゃない、味方を、味方を、信長的なやつです、うん、あ、いいですね。すごい、これめっちゃ強い。コニー重宝する時代来た。来てます、来てます。でもあれですよ、来週ニコ生ですよ。そうなんですよね、モンハンの。そうなんですよね、発表されましたよね。そうです、モンハン大主力クエストとのコラボイベントがあるので、ティガレックスと戦えるんですか。どうすかね、わかんないですね。高橋くん、え、あ、やべえ、ニコ生のお兄さん来た。ニコ生の都合のこと全く考えずにアカウントを消した高橋くん。え、そんなことない、そんなことない、そんなことないです。中条、そんなことないです。やってください。あの、マジでどうすんの。え、なんとか、マジでどうすんの。なんとかなりますよ。みんな思ってますよ。え、ぶっちゃけマジでどうすんの。なるようになりますよ。一応、あの、今回もまさか高橋くんがアカウントを消すとは全く想定していなかったので、うんうん、そりゃそうでしょうね。そうですよ。その想定で番組の構成をこの前ミクシーで打ち合わせしたんですよ。ああ、しちゃいましたよ。あら。で、まあ、あの、高橋くんにとりあえずやってほしいのは、はい、もう本当に一体でいいので、その村井さんのチームの中に入って貢献できるようなパーティーになるように一体でいいんで、なんかモンスター強化してほしいなっていうのが切実な願いです切実ですよね。やばい、中条さんからその切実なお願いされるの初めてだ。やべ、いや当然でしょ。やべ、なんかコニーとかでね、対ティガレックスってもういいじゃないですか。ちょっと可愛いです。それはそれでちょっと面白いからですよね。でもあれじゃダメなんですか。例えばその誰か、うん、その4人3人で参加してもらって、はい、そのホストの人が2体なわけじゃないですか。 そうですね、その1体を僕が操作するとかダメなんですか。ダメ。いやいやそれ高橋くんである必要ならあんまないな。うんですね。あ、本当ですか。うん、あ、マジですか。うん、そうですか。やっぱさ、その人が今まで大事に育ててきたモンスターで戦うってところに意味があるんで、うん、なるほど。じゃあもう来週高橋くんお休みしようか。高橋くん改め、それはね、なしです。それはなしでお願いしたいですね。あのいやいやいや、くまモンの乗り物に置き換わってるレッドリドラで高橋くん、高橋くん笑っていいともかなんかじゃないんですから。ねえ、熊の人形がなんかに変わってたことありますよね。そう、ロンパルーンですね。まあでもあと1週間あります、ね、あります。全然ある。1週間あったらね、1週間で、まあ高橋くんならランク1週間あったら何でもできる。育成間に合いますか。間に合うかな。育成ね、あの亀さんは別に頑張ればいけると思うんですけども、うん、あのジューシーさんがですね、あ、ジューシーさんが、どうすか、ね、それが不安ですね。進化できるか。でも、まあ、そこはですね、やっぱマミルトン
とかにも協力してもらってマミルトンさんの稲荷運極作られましたのであそうですよねもう規制しきるだけ規制して運極モテ大モテ時代が来ます来ますモテモテですよねパラサイトパラサイトパラサイトプレイ, プレイよくわかんないもう言葉なんてどうでもいいんだ困るんだあのよくわかんないんですここに来るわあのなんとかですねあのやりますので大丈夫だと思います。お願いします。はい、任せてください。とは生のお兄さんも怒ってます。ですね。とは言ったもののどうしましょうね。どうしましょう、ね。結構ね、うん、あのきついと思うんですよね。ですよね。ぎょっくんぎょっさんゲットできないとね。そうですね。普通の進化にするとですよね。そうです。うん、だって多分神化の方が無理ですよ。確かテュポン2体とか。あ来たらうまいこと来ればいいですけどねでも絶対勝てんやろみたいな来たとしても手に入れられんやろまだ重心、まあ、重心局の方がそれこそねパラサイトプレイパラサイトプレイを心情として強いお友達を探すが一番の近道でございますもういますからあそこにあそこに私も協力しますよあマジっすかあ行っちゃったあいちゃった、まあ多分大丈夫だと思います、はい、すみませんもうみんなね弊社でもこれは説教でしょって言ってたんでそうですねまたこの場を借りて説教させていただきました、ただ僕もその説教されるだろうなとは思っていたんですけどもまあそんなことを考えてたらいろいろ何もできないですからねうんあの痛みは生じますうん、うん何を言ってるんだこいつそろそろ開けて昆布食べる、うん、本当だよ松昆布これ大好物ですよね大好きよあ以前あの当オフィスというかここにも置いていかれましたけども忘れ物でねあれなんかよく見たら床に転がってました食べ物をもっと大切にしましょう、まあ、あの晩昆布不足で、ね、困りました昆布ってなってなんすかそれしょうもない美味しいですよまあ、美味しいのは、うん、知ってます知ってますはいただそんなねえ、なんか何ですか、その異様な摂取スピード1日1袋は摂取するねどこが求めているのか、脳のいや、あんまりね、あのパンケーキとかねあパンケーキみたいなのはちょっとね、苦手なんですよあ、そうなんですか甘いのが甘いすぎるのがね、ちょっと苦手なんですよね。なんか自分でケーキとか作って、なんか生クリームとかの甘さを調節できればいいんですけど。なるほど、なるほど。市販のとかちょっと甘かったりするじゃないですか。で、昆布にたどり着いたわけですか？そうですね。大体会社では、まあ、麦芽豆乳とおやつ昆布、もしくは目指しをハミハミしながら。目指し？あんにゃんにゃん。いいですね。おいしいんですよ。僕ももクロ好きなんですけど、ももクロじゃない、ももクロですよ。ももクロもね、結構そういうおつまみが好きなんですよ。鮭の、あの干したやつなんて鮭とば鮭とば、鮭とば、鮭とばとかね、普通に食べてるみたいですよ。へぇ、美味しいんですよね。なんだっけ、あのなんかエイヒレみたいなやつとか、うん、食べてるみたいです。好きみたいですよ。いや、美味しいんです。甘いのよりそっちが好きです。でもなんか変に甘いのとかね、好きとか主張されるよりいいですよね、うん、パンケーキが食べたいとかよりはね。もうやめてほしいですね本当パンケーキとか言われた日には僕もうね、鳥肌当たっちゃいます。サブイボ鳥肌およびサブ同じか出ちゃいますね。ちょっと僕本当ダメなんですよ。あ、そうですか。パンケーキがいい。あ、無理無理。もうあのマクドナルドのパンケーキじゃないけどホットケーキでいいじゃんみたいな。このね、500円玉みたいな、あれでいいじゃんでもパンケーキとホットケーキ違うんですよね。確かに。楽しいですね。パンだからフライパンのなんかそういう方でフライパンじゃないや、なんかそういうので作るのがパンケーキであったんです。そうなんですか。いや、わかんない、今適当なこと言いました。私てっきりパンと同じなんか配合物だと思ってました。調べましょうiPhone があるこんな時のiPhone 先生。パンケーキですね。パンケーキ、ホットケーキ、違い。あ、そうか、そう。パンケーキ、ホットケーキまで入れますか。ホットケーキまで入れないと多分出ない。もう違いってほら、もう調べてる人いっぱいある。サジェッション出てきた。何が違うの。うわー、甘そう。あ、全然違う。え、あ、パンケーキとはやっぱりフライパンなどで焼いたケーキの総称。え、ガーン。で、フランス語のパケヌが英語のパンケーキにあたり、クレープ生地でクレープなどを巻いた甘いものから前菜にもなる塩味系のものまで幅広い。ほう。へえ。だが
あなんか森永さんの見解は違うとかいろいろなんか厄介な問題になってきてる。厄介だな。でホットケーキの方は小麦粉、卵、牛乳、砂糖などを混ぜてフライパンで円形に焼いたもの、甘くて厚みのあるもの。パッチョさん結局何なんですか。ようわからん。あ、なんかパンケーキ、砂糖不使用で甘くなくて、うん、食事にも合うようなパンですからねもの。でもね、僕もそのパンブレッドパンの方じゃなくて、うん、あのフライパン、フライパンで焼いたパンの方だと思ってました。私でもホットケーキフライパンで焼きますけどね。あ、そうですか、うん、僕ホットプレート。ホットプレート、ホットプレートいいですよね。ホットプレートがね、一家に一台あるとね、全てが変わる。あ、なんか幸せな。彼氏も彼女もできる。えあのホットプレートで人生変わりましたみたいな感じです。え、変わったんですか。なんか全然変わってないですけど。ホットプレートで変わってない、変わってない。ホットプレートを買って彼女ができたんですか。できてないです。買おうかな。だってね、あんまこんな話したくないですけど、うん、ね、今お付き合いしてる女性とか付き合い始めたの7年前か8年前ですから、うん、はいはい、あ、そんな長いんですね。大学生の時です、はいはいはい、すんげえ前ですね。長い。どういういきさつがあったかよく覚えてもいない。ホットケーキ、ホットプレート。ただね、たこ焼きを作ったのは覚えてます、うん、あ、2人で、うん、付き合う前に、うん、うん、たこ焼き作った。たこパ、タコパ2人で、うん、もうこの話はやめましょう。へえ、もうダメだ。いかんいかんいかん。どうしたんですか、何入れるみたいな。いかんいかんいかん、やめましょう。で、パンケーキとかね、あ、結構僕苦手、爪楊枝熱い、苦手なので、パンケーキとかですね、好きでもですね、ぜひお一人で食べに行ってください。あのね、結構ね、パンケーキって言われると男性ね、参ると思うんですよ。あ、そうなんですね。何言ってんだお前はと。ホットケーキでいいじゃねえかと。お家でね、お家で作れるぞと。そうですよね。まあ、でも僕だけかもしれないですからね。はい、なんかすごい話が飛んで、毎度のことでしたけども、うん、飛びすぎてしまいましたね。事の発端はですね、僕のリゼット問題です。あ、そう、リゼット問題からの、私が飽きて昆布食べちゃったところからのパンケーキですね。そうです、そうです、よく覚えてますね。すごい。ただね、皆さんもうすうすもしかしたら感づいておられる方も若干名いらっしゃるのではないかと思うんですけども、特に説教らしいことはですね、する予定はございませんので。そうでございますね。もういつになったらっていう話なんですよね。はい、もうしません。しませんよ。なんか面白い話ないんですか。でも今日面白い話十分聞けました。あ、もうしました。よかったです、よかったです、よかったです。もう取れ高 OK です。え、もう終わっちゃったんですか。もう喫茶店とかに行っても取れ高 OK ですって可能アナが言っても終わるとこですね。大丈夫です。うん、うん、もう OK、 とりあえず OK、 OK ですよ。なんかお話ししたいこととかございますか。ね、特にはないですよね。ほんと好きですよね。それ一つもらっていいですか。あ、いいですよ、あ、しとってください、うん、僕あまり食べないので。あ、ほんとになんかもう宮古昆布みたいな。昆布ってね、ほんと素晴らしいですよ。こうやってね、食べてるだけでなんかこう、空腹感が紛れ合わされるし。紛れるんですか。紛れますね、なんか噛んでると紛れます。あ、噛んで、それはあるかもしれないですね、うん、で、まあ、食べるとお腹の中でやっぱ海藻なんで、うん、めっちゃ膨らむんですよね。グーピタンみたいな、グーピタンみたいな感じでなんかいっぱいになるんです。それそう思い込んでるだけじゃないですか。いやいやいや、私これ食べ始めたのが6月ぐらいからなんですけど、うん、結構最近じゃないですか。なんかすげえ前から好きなのかと僕思ってましたよ。前から好きなんですけど、ピザこういう風にヘビロテし始めたの6月から。なるほど。で、6月ってすごい湿気がすごいじゃないですか。はい、苦手です。なんでこの昆布をこう机の上にわーってやって。いや、なんでファーってやるんですか。で、なんか除湿の作用としを兼ねて。今申し訳ない。あの、口の中に物入ってんのに大笑いしてしまいましたけども。は、昆布って乾燥するんですよ。これわかりますよ、乾燥するんですね、はい、ただだからといってそれにね、その水分を除去する。湿気やめなって、車内湿気やめなっつって、はい、この昆布をバーって巻いたらちょっとね、緩和された気のせいですよ、そんなの。もうすげえエコだな。プラシーボもいいところですよ。すげえエコだな。気のせいでございます。もうすげえエコだなと思って。3回言いましたよ。多分3回言ったと思いますよ。で、まあ、いろんなアマトの昆布いろいろ試して。サラパッチョさん、そんなのエコじゃなくてエゴですよ。うまい。いや、これ有名な話なんですよ。
なんか有名な話、なんか娘がなんか学校でそのエコなことやってるって言ったら、うん、そんなのエコじゃない、エゴじゃない、あ、そんなのエコじゃない、エゴだってお父さんが言ったら、うん、お父さん何言ってるのって言って、うん、なんか人間はなんか意味のないことでも強調しなきゃいけないことがあるんだよって言われて、うん、なんか笑ったみたいな話なんですけど、いい話、有名な話ですよ。そのね、子供がね、そういうこと言うっていうのがいいですよね、いいですね、子供はね、時にそういうこと言ってくれますから、確信をついております。ただ昆布でね、その除湿、うん、そんな無理、結構なるんですよね。なんないですよ、あの化学とか理科の実験とかで、うん、なんだビーカーとかを早く乾燥させるときに、うん、ノリュウ酸かな、あれノリュウ酸を、うん、のなんか乾燥機、わかります？ノリュウ酸があの水分吸ってくれるんですよ。ノリュウ酸、ノリュウ酸なんて言うんでしたっけ、名前忘れちゃったけど、ノリュウ酸、ノリュウ酸じゃないです、ノリュウ酸です、硫酸の濃い、あ、酸、ノリュウ酸、酸漬けではなく酸、違います、ノリュウっていう人がいて、その人を酸漬けしているわけではなく硫酸の濃い、硫酸、あ、硫酸、硫酸、ノリュウ酸、はいはいはい、あれをね、あの乾燥の目的で使うときありますよ、なんて言うんだっけ、忘れちゃったな、もう、まあいいや。まあ、とりあえず昆布では無理だと思います。うん、気のせいだと思います。行、はい、かないとね、今すごい席近いんですけど、はい、隣で、あ、ね、すごい地獄絵図じゃないですか、そんなで、二人でここに昆布並べてエコだねって言って、やべやべ、え、嘘エコだねっつって、かつね、お金もそんなかかんないし、しかもダイエットにもなる、25カロリーこれ全部食べても、はい、エコだねと、食べてお腹すぐいっぱいになる、エコだねエコだねみたいな。なんなんですか、なんかお二人はそういうなんかあのお考えをお持ちなんですか、なんかエコだといいみたいな。いや、たまたまその時、たまたまエコだねってなって、ああそうですね。え、なんか前も言ったかもしれないですけど、うん、周りの方とかは大丈夫なんですか、周りの方、なんか言い方おかしいかもしれないですけど、うん、周りの方はなんか普通だなみたいな感じで見ているんですか、その様子を。みんな楽しくエコだね。あ、パッチョさんとパナエさんだけじゃないのか、みんなで、みんな仲良くやってますよ、みんなでエコだねって言ってるんです。みんなもう笑い声が絶えない職場なんで、笑い声の絶えない職場。社長との距離が近い、あ、社長との距離が近い、アットホームで桜です、社長に牛丼もパシれますみたいな。それで言うと最近、えげつないのお願いしますね。そうですね。結構最近びっくりしたことあるんですけど、うん、週休2日制と完全週休2日制は当たり前ですけど違うみたいですね。完全かどうかで、うん、完全はもう毎週必ず休みが2日あるみたいな話なんですけど、うん、週休2日制っていうのは1ヶ月に1回以上週2日休みがあるっていうことらしいんですよ。え、あ、そうなんですか、うん、危ない、よくね、騙されそうな、騙されたことです。皆さんもね、契約書とか確認した方がいいです。そうですね、うん、契約書とか確認した方がいい、適当にサインしちゃダメですよね、あれね、あれ完全にないぞ、え、見とこう。あ、でもね、僕のね、知識なんて全部タンブラー情報なんで。タンブラー大好きなんですよ。村井とかもそうなんですけど。あ、そうなんですか。今はどうか分かんないですけど、はいはいはい、タンブラー大好きなんですよ。タンブラーをね、全てのソースとして、情報源としてますから。いや、危険だな、本当かどうか知らない、うん、ウィキペディアよりも怪しい。あ、ですね、うん、皆さんもね、あのウィキペディアに載ってることが全て真実とは限らないですから、ウィキペディア信じすぎないでくださいね。そうですね、別に僕アンチウィキペディアじゃないですけど、あそこに書いてあること正しいと限らないですから、ね、うん、もちろんですよ、気をつけましょう。まあ、タンブラーなんて言ったらね、情報のね、情報社会、情報社会のですね、うん、あのいいところも悪いところもどっと押し寄せてくるものですから、らしいですよ、ね、本当ですから、うん、ただね、昔からタンブラー大好きですよ。あれね、本当にいいですよ。あのよくあのまとめサイトとかあるじゃないですか、うんうんうん、よくあのなんか掲示板とかの美味しいとこだけなんかまとめてきてくれて、うんうんうん、なんか一つの読み物になるみたいな、はいはいはい、あれよりも純度の高いね、いいものが流れてきます。いいものしか流れてこないんですよ、あれ。あ、そうなんですね、一時期使って、あんま最近使ってないんですけど、まあ、本当かわかんないんですけど、ね、ちょっともう一回見てみようかな。はい、ぜひ使ってみてください。タンブラ大好き。タンブラ大好き。はい、じゃあ今日はですね、やっぱこんな感じで、うん、先週なかったんですよね、多分ね。先週 Y 字バランスしようと思ってちゃんとジーンズ履いてきたんですけど、またまたそんな、でももう口から手任せを。いやいやいや、本当ですよ。本当マミルトンに聞いたら分かります、ちゃんと、あ、履いてきてるんですね。まあ、そんなマミルトンの特徴を合わせるのって簡単じゃないですか。コロッコロッてコロッ、あ、やべやべ、ね、やべやべ、ね、ね、そうですよ、履いてた、大丈夫、もう今日はちょっともうパツパツなんでできないですけど。あ、そうですか。
じゃあまあ来週やってください。お願いします。見たかった、はい、見たかったっていう方結構いらっしゃいましたよね。見なかったぞっていう人、あー かなとかなと意識高いですね。やっべ負けそう。意識高い。ホスピタリティじゃねえや。はい、じゃあまあこんな感じで今週はね、あのスローペースな感じでいきましょう。来週ぐらいからもガッていきましょう。ガッといくんですか、わかんないですけど、こんな感じでいいんじゃないですか。結構長いですから。本当だ、まだ25分に達しようとしている。そうなんです、もうね毎回30分ぐらいやっててね、長い。最初とか15分くらいだったのにね、もういいんじゃねっつってね、頑張って15分だったんです。気づいたら30分ぐらいですね。ぐだぐだ喋ってたら30分になってもって、よう、ほんと毎週毎週喋ることありますね。ねえ、もういらんことばっかり話してるけど、話しました、何も覚えてませんの。昆布ですよ、昆布。あ、昆布ね、昆布、昆布がエコだっていう話ね。うん、結構ね、僕やばいなと思ったんですけど、なんか緩やかな死を迎えていますね。何に向かって、もうクローズに向かって緩やかな死をこう。何がですか。いや、なんでもないです。行ってみたかっただけです。行ってみたかった、うん、はい。もう今週のサンパッチャーへの説教やはこんなところで、僕は引き続き楽しく頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。中条さんがですねちょっと心配になっておりまして、ね、そうですよ、なんとかいたしますのでよろしくお願いいたします。ぜひ来週のニコ生お楽しみに。ですよね、逆に楽しみです、うん、と思います。それをね YouTube で言って、ね、はい。じゃあ皆さんありがとうございました。また来週あるのかな、来週もよろしくお願いいたします。さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。